はい、どうも、ワドツです。今日は2019年2月の15日、19時53分です。よろしくお願いします。お疲れ様です。おいっす、おいっす。おはよう。あ、コンティニューコインありがとう。こんばんは。どうも。どうも、こんばんは。爽やか三組。三三三、爽やか三組。疲れたな。スムースフリクションに変えようか、今日は。こっちがいい。了解了解。まあ、殺す。どうしたんすか。早く来いよ。いや、愛子ちゃん遅れてるんで僕行くのやめますよ。いや、遅れてねえよ。来いっつってんだってめよ、一回約束してんのによ。遅れてるじゃないですか。遅れてねえよ、こいつ川崎だよ。僕放送見ましたよ、愛子ちゃん。9時だよ、9時に待ち合わせだろ、あと1時間だろ、遅れてるって言わねえだろ、ね、いや、まあ、もうやめます、僕。いや、そんなやめますじゃねえんだよ、そんな、こ、怖い、怖いです、僕。そういう企画を立てたんだから、リスナーもいるんだから。殺すとか言われたら、僕怖いんでいけないっすよ。うるせえよ、おめえの演技が一番怖かったよ。いや、もうめっちゃ怖いっすよ。目があったとか言って、お前と目は言うでいねえだろ。いや、もう本当怖くていけないっす。早くしてお願いだから。いや、いや、もう本当は休みたいの。いや、もう無理っす、僕。殺されるとか言われる。わかった、じゃあもういいや、わかった。あ、巻物ありがとう。
お疲れ。お前付き合い方変わるから。え、どういうことですか？どういうことですか？だから変わるからね。俺ドタキャンっていうの一番嫌いだから俺。いやいや、もう怖いっすよ、殺されるとか言われたら。分かった分かった、真面目なのね、それマジで言ってんのね。いや、もう超怖いっすよ。いや、マジで言ってんのね。なんすか、付き合い方変わるって。だから変わるに決まってんじゃん。もう約束できないもん、それだったら。え、どういうことっすか？当たり前じゃん、あと1時間後に。おこなんですか？おこなんですか？吉高も来るんだよ、吉高も。いや、おこなんすか？俺発信じゃないんだよ、愛子がやりたいって言うから。俺は、や、あ、じゃあやろっかって言って、お前にも電話したんだよ。あの段階で無理ですって言われたら、うん、じゃ分かったって話だったんだよ。だって愛子ちゃん寝坊してるじゃないですか。だから寝坊してないんだよ。川崎だから30分ぐらいで着くんだよ。いや、もう信じらんないです僕。そんな、じゃあそれ真面目なのね。もう怖いっす。今真面目に話してんだ俺。もう怖いっす怖いっす。いや、来ないのね今日。行かないっすよ。分かった。まあ、じゃあもう付き合い方は変わるから、もうこれでガラッと。え、どう変わるんですか？まあ、もう全て変わるよ、当たり前じゃん。もうリスナーに言ってんだから俺は。嘘つきじゃないですか、鮫島さん。だから、いや、お前がそうやってドタキャンしたんだから、俺はそれ、今日愛子と吉高と会って説明するよ。いや、僕ドタキャンなんかしてないですよ。殺されるって言ったら怖いですよ。だから、来ないって言うから、ふざけんのやめてって。ないない。配信中だったらいくらふざけてもいいよ、別に。いやいや、もう怖いっす、僕。あのね、1時間後なんだ。どうすんだよ。早くしろよ。いや、だってもう怖いっす、怖いっす、もう。だから怖いんだ、お前が決めろよ。怖いっす。ね、じゃあもう LINE もブロックするし、今後は絡むことなくなるけど、まあ、それはしょうがないよ。あ、そうなんですか？だってそりゃそうじゃん。だっていきなりドタキャンされてんだよ、俺。いや、ドタキャンじゃないですよ。事前連絡してるじゃないですか、僕。だからドタキャンじゃん、急に。愛子が今向かうって言って支度してんだ、忙してんだよ、俺は。俺、時間にルーズな人間、ダメなの分かってんでしょ？いや、だって僕、愛子ちゃんが遅れるって、愛子ちゃんが遅れるって言ったら。お前今配信してんだろ。愛子ちゃんが遅れるって言ったら。だから遅れ、だから俺は時間厳守の人間だから、いや、僕も時間厳守ですよ。だから、お前は9時に来るって言ったじゃん、さっき。言いましたけど、愛子ちゃんが遅れてるから、だったら行かないですよ。遅れるのにお前は来ないって言ったんでしょ。そうそうそう。だって、愛子ちゃん主催が来ないって言ったら行かないじゃないですか。だから来るってんじゃん。ね、お前今配信中だったら今やめて。俺配信外だから、今テンションが完全に。いやいやいや、僕は配信中ですよ、もう。分かってる。だから真面目にやめて、本当に。いやいや、僕真面目にやってますよ。俺ほんと時間守れない人間、ほんとダメなんだ。だから最初に言ったじゃないですか、愛子ちゃん来ないならって。約束ってのはそういうもんじゃないでしょ。お前は9時に行きますって言ったじゃん。言いましたよ、僕。来るのか来ねえのかはっきりしろよ。いや、だから行かないですよ。分かった、じゃあもう分かった。もう LINE もブロックするし、もうほんと全部ブロックするから。怖い。なんで怒ってんすか？予定が全部狂うんだよ。怒ってんすか？怒ってるっていうか、まあ、それは分かって、察して。なんで怒ってんすか？だからお前に当たりたくないから俺はブロックするよ、お前のこと。当たり前だから。いや、別に当たってるじゃないですか、今。俺が捕まったりしちゃうから。ね、俺はそういう精神。もう八つ当たりぶちかましてるじゃないですか。だからどうすんだよ、1時間しかねえんだよ、あと。いや、運転すんの俺なんだよ。いや、どうすんだよって言われても、ちょっとわかんないっす。だからもう企画がもう終わるんだよ、その時点で。全部が。なんでですか？お前カメラマンだろ。まあ僕はキャメラマンですね。キャメラマンなのにキャメラマンが行かねえとか言ったらどうなんだよ、もう。どうなの？お前今日すげえ面白い企画用意したんだよ、俺。どんな？絶対出ます。え？ワドックリさん。ワドックリさんやるんすか？ワドックリさんやる。なんで僕キャメラマンじゃないじゃないですか。いや、だからキャメラマンだけど、だワドックリさんはキャメラマンいらないじゃん。いやいや、だからカメラは僕はキャメラマンですよ。バカにしてんすか、ワドックリさんとか。バカにしてんすか？まあバカにはしてる。あ、じゃあもう本当もうブロックします、僕。あ、そう、今日すげえ神回大きいんだけどね。ワドックリさんだ。ワドックリさんだからワド一人が配信していいんだよ。なんすか、ワドックリさんって。ワドが、まあ、ワドックリさんはもうあの先、もうワドの、はい、もう先輩特許よ。俺そういう企画までもう誰か連れてかれんなって企画まで用意してんのに。いやいや、前回僕呪われてんすよ。いや、大丈夫だよ。大丈夫じゃないですよ、鮫島さん。ノーダメージじゃないですか。ノーダメージ、俺眠れる。疲れて眠たもん。いや、僕全然寝れなかったっすよ、怖くて。それは多分寝不足なだけだよ。いやいや、僕ばっか。とにかくワドックリさん用意してんのよ、こっちは。ちゃんと段取りまでやってんのよ。なんすかそれ。じゃあもう本当にすごいことになる。
5000は行くんじゃない5000は行くんじゃないいや、わかんない。うまくいけばの話よ。なんすか、うまくいけばって。いや、それはだってね、向こうも幽霊だから。俺のこと呪い、俺のことを呪い殺そうとしてるじゃないですか。呪い殺そうと。それはそうだよ。呪い死ぬまで終われ待てんだもん。いや、嫌ですよ、そんな、ま。誰かが死ぬまで終われ待て。だから大丈夫、今日吉田が用意したから。もうだってグダグダじゃないですか。愛子ちゃん主催なのになんか遅れてるし。だからあいつがだからねのんびりしてるから俺はあのケツをしたんだよ。ケツ叩いて。いやだからもうそんなそんな舐めたこと言えないよと。いやいやそんなの愛子ちゃんが悪いんですよそんなの。だからお前は別に9時過ぎても俺ワドには言ってないじゃん時間厳守で。じゃあ9時に吉田が来るからじゃあそれに合わせますねって言ってんじゃん。愛子が主催ね言い出してだからお前が遅刻は許されねえよと。え、なん、っていうか、なんで僕が行くんですか。お前が来いよ。だから俺金がないもん。金作れよ。だからないんだもん、しょうがないじゃん。クソ貧乏人が。お前、青山、あ、てる、あの、あれ、あの人みたいになるよ、それ言うと。俺、マジでスイッチ入っちゃうよ。クソ、ド貧乏の。ほんと、ド貧乏とか言うと、ほんと、あの、クソはぬけ、ね、穏やかさなくなっちゃうから。やめよ、冗談でもやめよ、それは、本当に。ダメなんですか、それは。あんまり言わない方がいい。あんまり言わない方がいいですか。うん。お前も貧乏だけどな、大概。大概お前も貧乏だけど。使えねえな。じゃあどうすんだよ。行かないっすよ。来ないのね。行かないっすよ。分かった分かった。だから貧乏が映るじゃないですか。だからいや、真面目に話して。いや、貧乏が映ったら。いや、お前はもうリスナーにも求められてる。ほら、愛子ちゃん22時にしてって言ってますよ。いや、無理だって、それは。吉高とどうすりゃいいんだ、俺、1時間。いや、じゃあ22時に集合にしてって言ってますよ。じゃあ無理だって言ってんの、それは。いや、わがまますぎません、ちょっと。いや、愛子がわがままだろ。いやいや、鮫島さん、ほんとに。なんで俺、帰ってたら。いやいや、もう本当に、いや、本当にわがまますぎません、最近。じゃあ何、ワドは10時だったらこれ。ちょっと悪い癖出てますよ。悪い癖出てますよ。悪い癖が出てる。愛子とワドは悪い癖がほんと出てる。ほんとわがまま。え、何、じゃあワド監督は10時には来れるんですか。いや、僕は行かないですよ。僕は行かないですよ。そんなわがままな人とは付き合わないですよ。貧乏でわがまま。いやまあ、そんなこと言わないでくださいよ。ほんと、ワド監督がいないと、もう本当、もう墓場で墓場は企画なくなっちゃうんですよ。いや、なくなればいいんですよ、あんなクソみたいな。いや、ワド監督。いや、そんなね。いや、クソみたいな貧乏で、クソみたいなオワコン。まあ、低予算ではやってますけど。オワコンやろうとはもう付き合わないですよ、僕は。お前より閲覧多いんだけど。知らない。閲覧多くても貧乏じゃん。だけど、あの、オワコンじゃないもん。いや、オワコンでしょ、ほんと。ガソリン代がないとか。ガソリン代がないとか、もうオワコンでしょ、もう。そんなの聞いたことない、配信者でガソリン代がないとか。しょうがないじゃん。それは、泣いちゃうよ、俺。それ以上言われたら泣いちゃうよ、俺、ほんとに。なんなんすか、ほんと。10時だって言うんだったら、10時、まあ、吉田が1時間待たしておいていいけど、下見だり。お前が来いよ、迎えに。だから、行けないって言うの、手持ちがないって言ってんの、ベックスも。いや、そんなの、そんなの、愛子ちゃんに払わせればいいじゃないですか。だ、無理なんだって言ってんの。もう、本当にわがまま、本当にわがまま、本当にわがまま。まあ、じゃあ、他のキャメラマン、じゃあ、吉高にキャメラマンやってもらうかな。そうっすね。そうしましょう。そしたらもう、そうしましょう。まあ、正直、和道監督は、そうだよ。愛子ちゃんメインの企画なんだから、お前が迎えに来いよ。じゃあ、俺、今日寝ようかな。なんだよ、わがままだな、ほんと、クズ野郎。だって、わがままだなって。お前が来いよ。お前が来いよ。いいや。じゃあ、まあ、じゃあ今日は、やめるか。なんなの、ほんと。クソみてえな。なんかやる気なくしちゃった、俺。なんか。ほんと適当だな。だって、お前らがさ、だって、和道監督がさ、お前が来いよ。企画やってもさ、100人ぐらいじゃん。お前が来いよ。愛子ちゃん、迎えに行けよ。愛子はね、運転手のくせに生意気なんだよ。お、出たね。なんか天狗が出たね。キャメラマンとしての立ち位置の天狗が出たね。いや、監督だから俺。いや、まあまあ確かに必要不可欠かな、あのカメラは。あのキャメラはね。うん。あのキャメラは確かに必要だな、うちの企画には。でもまあ俺、デジカメ今充電してるし、まあ、リアクションは吉高がいるし。企画した本人がガソリン代ないとかおかしくないって言われてますよ。俺が別に誘ったわけじゃないし。いや、俺、鮫島から誘われてるから。俺 3月だと思ってたから。いや、俺、愛子に今日遊ぼうって言われて。クソだな、本当に。使えねえな。やっぱ、キャンペーンね、そういうのを断ってね。なんか、機嫌損ねたらあれだから。まあ、一応ね、あ、じゃあ、いいよとは言ったものの。うん、どうしようかな。じゃあ、今日、なしにしようかな。なしだよ、こんなもん。
うん、まあ和道が来ないって言うんだったら、まあまあまあキャメラマンがいないからね。まあキャメラマンなんか代わりはいるんだけど。なんすかそれ。だってそうじゃん。だって別に吉あの俺のデジカメで吉高に撮らせるんじゃん。いやいや、心霊が撮れるキャメラマンはいないっすから。いやまあ確かに、いや確かにお前はシャッター切るために全部心霊が映ってた。うん、撮りすぎだと思った俺。他にいるんなら。まあでも吉高ほらやったことないから。まだ新人ワードね、まあ、多分容量もいいと思うんだ。あの頭でっかちじゃないから結構物覚えとかも。いやお前が来いよ愛子さんを迎えに。だからいやいいよ、ゴミが。あの下板、今日は下板集合だから。いやないから、そんなの。それはもう話は変わんない。そんなのないから。ないからってか、もうじゃあまあワードは迎えに来いよ。それからだよ。じゃあワードは一段だけでね、もうこれからは監督、もう監督はすごいいい仕事してくれたんですけど、まあ、監督がそこまでやりたくないって言うんだったらもう全然。俺愛子ちゃんと企画やろうかな今から。あ、いいんじゃない、やればやればいいんじゃない。お、そうしな、そうしな。うん、車もないのにね。車なんかなくたっていいんですよ、うん、自転車があるんで。こっちには二人乗りってこと。いやいや、うん、いや二人乗りでしょ。二人乗りできないですよ、マウンテンバイクだから。じゃあダメじゃん、うん、俺愛子ちゃん言ってますよ、迎えに来いって。いや今愛子、俺放送、愛子の放送見てんだけど。じゃあ僕の方でコメント打ってますよ。ああ、ほんとだ、スマホいじってんね。はい、え、じゃあ今日なしでもいいよ別に。だったらあの9時って約束が守れないんだから。なんすか、子供っすね。俺この間迎えに来てんだ。ほんと子供、ほんと子供、うん、じゃあもうやめよう。ガキ、ほんとに、ほんとに子供。今、すげえムカつく。ほんとに、配信者としてガキ、いつまでだって。じゃあいいよ、別に俺一緒にやんなっても。別にコラボやんなっても。何すか、そういう態度。態度悪くないですか。もういいよ、いいよ。じゃあもう分かった。まあまあ、不適された。また、まあ、不適されちゃったよ。ああ、もう正直運転するのもだりし。子供。じゃあ子供でも何でもいいよ。正直運転もだりし。だからお前は、切ったね、なんか自撮りかなんかあげてろよ、ツイッターに。本当そういうの良くないですよ。別に構わないよ、別に。そういうの良くないですよ。俺の、企画力、俺の閲覧力があって、お前ら初めて、こんなとこは、お前ら輝いたんだろ。な。じゃあいいじゃん、お前らのさ、ないのお味噌でさ、企画立てりゃいいじゃん。だったら。ね。いいじゃん。だったらそれで。いや、だからそういう態度はなくないですか。じゃあいいよ、吉高と一緒に今日は心霊配信行くよ、二人で。もういいよ、だからお前らいいんだよ。だからキャストでね、キャンペーンがあると、ね、なんか、キャメラマンが、そうやって天狗になってんでしょ。何ですか、天狗になってんの。どっちだよ、お前だろ天狗になってんのは。いらない、いらない、もうお前ら。何いらないって。もう首、うん。天狗はてめえだろ、天狗は。ね、無茶振りしてもやってくれる。天狗はてめえだよ。お前らちょっと天狗になってんの。歯抜け。時間過ぎだから。歯抜け。だから何でもいいよ、歯抜けでも何でも。あ、おね、マジで。あのね、あの無理だわ。一緒にやってくの無理だわ。そんな態度じゃ。ね、リスペクトし合うのが当然チームでしょ。俺はアイコンも和道監督もリスペクトしてんだよ。よく言うわ。でもお前は俺のこと貧乏とかね、歯抜けとかね、すごいバカにしてんじゃん。俺バカにしてないぞ、歯抜けは。歯抜けだじゃん、だってバカにしたじゃん。歯抜けは歯抜けバカにしてんじゃん。俺はすごいあなたたちをリスペクトして、あ、この企画面白いからもう一回やろうってなって動いてんでしょ。それに対して迎えに来い。じゃあいいよ、もう。いや、迎えに来るのが筋でしょ。もういらない、うん、何いらないって。もうほんとどうしようもねえな。だっていらないじゃん。何ガソリン代がないって。お前いくつだよ。だからないからしょうがないじゃん。いくつだよお前。だからいくつだよじゃなくて、ペックスに移動してないから、ない。3時過ぎてるから移動できないじゃん。いや、できるでしょ。いや、ペックス移動できる。いや、ペックス移動できるでしょ。できんだ。ペックスに移動しても銀行に入んねえで。入るよ、24時間。入んねえ、3時過ぎてんだからよ。入るよ。入んねえ、バカ。入るよ。俺やってるもん、何回も。だからもういいよ、そしたら。もう本当にないから。何すか、本当、子供っすね。なんかね、もうね、お前らね、機嫌伺って。ね、すごい持ち上げてっていうのも、もうなんか疲れたし、ぶっちゃけ。子供だな。だから、だから、働けないですよ。映ってる働く、働くっつって、働いてないじゃないですか。ぶっちゃけ。働けよ。お前の帽子だよ、あれ。バックミラーに映ってんの。お前も知ってんの。働けよ、本当に。でもね、お前のね、言っちゃえば、お前に言われたくねえよ、働けよって。もういいよ、だから、そしたら。働く。まだ働いてねえじゃん。本人材ないんですけど。いつ働くんだよ、お前。わかんない。それは。ふかし野郎が。で、どうすんの今日、本当に。もしあれだったら今から寝ちゃうから俺。寝ればいいじゃん。じゃあやめるか。寝ろ。じゃあ愛子に伝えといてやめるって今日。じゃあなんでお前の駒使いしないといけないの。てめえで言えよ。お前らがなんか組んでんだろ愛子。てめえで言えよバカ野郎。子供かよ。てめえで言えよ。てめえで言えよ。別に。てめえで言えよそんなもん。
まあもうブロックだな、これは。怒ってんすか？いや怒ってんですかっていうか、まあ失礼だよね、本当に。何がですか、うん、冗談とか俺通用してないの分かってんじゃん、配信会では。ね、お前が配信中ってのは分かったけど、ね、うん、正直お前に付き合う気ないし。寂しい男ですね。うん、なんでもいいよ、別に。本当に。こんな、なんでもいいよ。こんな小さい。だからもうフワッチもまたブロックするから。 こんな小粒な配信者だと思いませんでしたよ、僕。だ、分かった分かった、じゃあ分かった、おやすみ。逃げたな。いや逃げたなって。いや逃げでしょ。やんないでしょ。逃げでしょ。やんないでしょ。逃げでしょ。めっちゃいいじゃん。論破逃げなの。論破でしょ。お前来ないんでしょ。だったらやれないじゃん、キャメラマンいなかったら。いや来ないんでしょっていうか、だから遅れるんだったら行かないっていう話でしょ。ね、せっかくワドックリさんとかめっちゃ面白いさ企画用意してる。じゃあどんな内容なんすか、ね、ワドックリさん。どんな内容なんですか。だからね、コックリさんのボード用意するよね、うん、でみんなで囲いよね、それ。まあ一応カメあの配信置いて、うんうん、スマホ、うん、見えるように、うん、で、まあやっぱりそこで霊を呼び出すわけですよ。降臨するんすか、霊を。お、当たり前じゃないですか、恒例、うん、まあ来るかどうか分かんないですよ、それは、うん、こればっかしは。これこうばっかしは台本組めないんで。ただの、まあ、向こうのね、ただのコックリさんじゃないですか。ワドックリさんだから。いや、ただのコックリ、ワドが主役。ただのコックリさんでしょ。だからワドが主役だって。俺がそれをやると思う、ただのコックリさん。ああ、また展開があるんですね。あるに決まって。今は言えないよ、今は。まあ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 、それは台本ありきながら台本言えるわけないじゃん。台本あんの。まあ台本あります。え、やらせありなの。毎回あるじゃないですか、台本。ないよ、俺やらせ嫌いだもん。よく言うじゃないですか。俺やらせ、俺6年間配信やってやらせ1回もないよ。全部やらせじゃん。全部やらせじゃん。100% やらせじゃん。ほら、ほら。だから、迎えに来いって言われてんだよ。このワドックリさんの企画を他の配信者に売ります。迎えに来いって言われてるよ。だから行けないから、無理だから。あ、雑魚だね。雑魚、雑魚。だったらもうなしで行けないから。なんでお金ないの？だないんだって、移動してねえから。本当にないの？ガソリンももうないの？なんでないのって。移動してないからない。いや、配信者でしょ。だないもんはないんだよ。なんでだから来てくれって言ったら、うん、分かったって言うから、じゃあやろうって言ってんの。無駄遣い。俺は今動くお金がないの。なんでないの？貯金は？ないもんはないの。貯金は？なんでないの？買い物したりしてるからでしょ。何買ったの？飯買ったりしてるからでしょ。ねえ。お前、この間だってお前、相当金使ってんだぞ、俺。知らないよ、そんな。だからいいよ、だからもうね、高速代だってお前ら払うけない。ね、まあ、ワドは1000円払ったけど、ガソリン代。はい、足んねえしっていうか。うん。全然足んねえし。ぶっちゃけ。あれ知ってる？高速でいくら使ってるか。往復。いや、知らない。俺関係ねえもん。だから、そういうことなんでしょ？そういうことなんでしょ？じゃあもういいよ、だったら。もう他の、そういうの気遣ってくれる。ああ、もう本当に、本当に子供。本当に子供。からな、本当に子供。もうじゃあ吉高とやるわ、今日は。やればいいじゃないですか、2人で。分かった。じゃあもう墓場で墓場はもう吉高の企画になるんで、もうやめてくださいよ、一切。やめてくださいってどういうことですか。いや、権利ないからね、あんたたちにやる。何権利って。じゃあ当たり前じゃん、墓場で墓場をこう考案したのは俺なんだから。いやいや、心霊スポット連れてったの俺がピックアップしたんだ。違う違う違う、だから俺がね、車乗せて、俺が送迎もして、俺が企画って。当たり前じゃん、一番下っ端なんだから当たり前じゃん、そんな。だからそういう考えなんでしょ。だったらもう和道監督はもう今日、もうこの間の企画だけでもういいです。いやいや、一番下の人間が動くの当たり前でしょ。もう終わりでいいです、もう。そしたら和道監督何ですか、拗ねてんすか。いや、拗ねてるんですかっていうか、やっぱこっちも喧嘩腰になるでしょ、当たり前。いや、全然僕喧嘩腰じゃないですよ。だからいいよ、だから分かった。じゃあ今日、まあ、行くよ、もう、まあ、10時だったら10時に来て、まあ、3人で。だから和道監督を吉高に入れ替えます、そしたら。いや、いいんじゃないですか。別にそんなデジカメいらないし。ていうか、吉高って誰ですか？ SY。ああ。まあ、お前より面白いよね。ああ。まあ、くっそ面白いですね、SY は。うん、まあまあ、ワドー監督、くっそつまんねえな、まあ。もう本当に面白いですね。まあ、ワドー監督、正直つまんないですよね、リアクション。一辺と。目があったわーとか言って、もう俺、あれ、笑い止まんなかったからね。正直、古いんですよ、ワドー監督のリアクション。もう時代が違うかな。いやいや、僕がいないと心霊企画が成り立たないですか。大丈夫だよ、今日成り立つってことを証明しますよ。閲覧も爆脇にね。閲覧って本当いつの時代の配信でしょ。閲覧は大事ですよ、本当に。和道監督、
ゴミみたいな。それは閲覧がないやつの負け、まあ、いや、僕は全然あなたよりプレミアムリストが多いですから。だって別に狙ってないもん、俺プレミアムリスト。僕も狙ってないですよ。狙ってなかったら今出す必要ない。いや、僕狙ってないですよ。じゃあ実数。いや、閲覧実数が多いじゃないですか。あなたより多いじゃないですか。お前は、ね、バカみたいに結局枠開けてんでしょ、バカみたいに。俺は開けてない。いや、負け犬じゃん。ゃん。それこそいいわけじゃん。俺はあなたより閲覧多いんで。もともと僕はあなたより閲覧多いんで。そしたらもう墓場で墓場、新レギュラーということで吉高迎えて、まあ多分ね、みんなもね、空気もいいと思うんですよ、車の中の。いや、全然いいですよ。窓監督結構あぐらか、全然全然あのなんかあぐらかいて。全然いいですよ。ね、キャメラ論とか語るじゃないですか。いや、僕はだってキャメラマンですから、キャメラ論語る。そういうのって、正直ね、周りうざいと思ってるんですよ。いや、思ってないですよ。僕は、僕のリスナーは本当クリエイターばっかりなんで。いやいやいや、クリエイターがこんなね、なんか変なハゲたおっさん見ませんよ。ねえ、もうクリエイターたちが集まってクリエイティブな枠なんで。その割には和道監督ってなんかブレますよね。全然ブレてないですよ。フォーカスブレますよね。全然ブレてない。手ブレ激しいですよ、ね、全然ブレてないですよ。だってあれわざと手ブレしてんだもんね、心霊発射。いや、全然してないですよ。まあそういうブレるわけがないですよ、三脚立ててるから。じゃあ分かりました。じゃあ今日は監督が来ないということでよろしいですね。もう僕も来ないですよ。行かないですよ。分かりました。じゃあ分かりました。クソザコ、消えろ、このゴミ。じゃあおやすみなさい。歯抜け、はい。おやすみなさい。歯抜け、消えろ。失礼します。消えろ。ゴミが。いい年といてタトゥーなんて入れやがって、バカクソガキが。行くわけねえだろ。はい、どうも。ワドツです。巻物ありがとう。巻物ありがとう。古文書もありがとうございます。古文書ありがとうね。いや、鮫島かな。愛子ちゃん迎えに行って俺のこと迎えに行けばいいんだよ。そう思わない？やならけありがとうね。バカ野郎、ほんとに。うん、なんでね、俺がわざわざ横浜まで行かねえといけねえんだよな。意味がわかんないでしょ。愛子ちゃんおっぱいでっけえな。巨乳だったんだ、愛子ちゃん。びっくりしたわ。愛子ちゃんの巨乳具合にびっくりしたわ。いや、もう1時間半ぐらいかかるからね、鮫島さんの家まで。いや、これはもう誰がどう見ても鮫島が悪いよ。うん、これは誰がどう見ても鮫島が子供。うん、はい、ワドツ巻物ありがとう。ねえ、そんなさ、大体さ、ガソリン代がないのにさ、ガソリン代がないとか言ってんのに企画を誘うんじゃねえよな。ふざけんなよって話でしょ。バカじゃねえの、本当に。そう思わない？調子乗ってるなあ、あいつな。先輩風吹かせてるな。先輩風。ああ、ありがとう。お茶爆ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。いや、もうこっちは大人だからね。子供でしょ、もう。こっくりさんやろうとか。うん。あれじゃあ、やっぱね、周りの人間いなくなるよね。周りから人が離れてく。悪いところ全部でさ。本当に悪い。もう。はい、ワード2。ロビーいらっしゃい。ゴンちゃんありがとう。負け物ありがとうね。ねえ、こっちは忙しい中予定組んでるのにさ、すごいタイトなスケジュールで動いてんのに。ミスケいらっしゃい。巻物ありがとう。マイケルさんありがとう。ふざけんじゃねえよマジで。あ、シルバー仕上がってきたよ、シルバー。あ、ていうか服もらったわ。革ジャンのスーツもらった。かっこよくない？革ジャンのスーツジャケット。
超かっこいい。シルバーだいぶ仕上がってきたよ。ちょっと待ってね、今いい感じだから。シルバー、ここは金魚姫、あ、ここまで仕上がってるね。結構形整ってきたよ、うん、いいでしょ。今日ねシルバーのスタジオ行ってね、ゴリゴリ削ってきたから。母ちゃん、うん、母ちゃん今いいよ、母ちゃん今いいよ、できてきたね、だいぶ。ありがとう、巻物ありがとう。早くね、シルバー物にしたいね。だいぶ重たくなるよ、このサイズだから。だいぶ重たくなるよ、結構重量ある。うわー、ふわこもんじゅ10個ありがとう、ありがとう。ロビさんからふわこもんじゅ10個いただきました、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。これね、このアイテムね、イベント3位になるとね、なんか銅像が、銅像っていうか、なんかバストアップの像が届くんだって。3位に入りたいな。3位以内に入ると像が届くんだって。もしよかったらみんな古文書ちょうだい、古文書。3位になりたいよ俺も。ありがとうロビー、古文書10個ありがとう、古文書ナイス、ありがとう、ありがとうございます。いやー3位なりたいね。今俺8位かな、ふわ古文書今ね、ないだ、無差別級の8位だね、8位だね。うん、銅像じゃなくてなんか像が届くらしいよ、像が。コンティニューコインありがとう。銅で作ると結構高いだろうから、多分プラスチックのフィギュアみたいな素材じゃないかな、多分ね。このシルバー完成したらシルバー売れるかな。結構いい感じにシェイプできたんだよね。かっこよくない？デザイン結構いいでしょ。巻物ありがとう、巻物ありがとう、サンキュしようかな。めっちゃつけるの楽しみ、楽しみだよ。なんかこういう彫り物入れようかなと思ってんだよね。こういう彫り物で削っていく作業があるんだけど、かっこいいじゃん、こういう風にこの土台を作って、で模様を描いて、でその模様に沿って彫り物を入れていくっていう、それで完成かな。いいよね、世界に1個しかないものが作れるわけだから。このペンかっこいいでしょ、シルバーのペンなんだけどね。え、自分のシルバーブランドを立ち上げるよ。
そうそう、霧の箱に入れる。霧の箱に入れていくね。商品はね。ありがとう。巻物ありがとう。シルバーブランドは夢だからね、男のね。男の子の夢が詰まってるから。なんかグッズっていう感じじゃなくて、ちゃんとさ、シルバーとか手間がかかるじゃん。そういうのをやりたいなとか思ってて。オリジナルのシルバー作るとかいいでしょ。墨でいい感じのデザイン。墨で普通に、なんつうの、俺が一筆取って、まあ、製品番号と、だから箱がその鑑定書になるみたいなデザインにしようと思ってて。箱を持ってたら鑑定書扱い。壺とかと、日本の壺とかってそうじゃん。なんつうの、箱にさ、作者名が書いてあって、なんかああいうのいいなと思って。鑑定書とかなくすじゃん、書類とか。入れ物の箱さえ取っておけばね、鑑定書代わりになるっていうのは面白いかなと思って、そういうコンセプトでやろうと思ってるけどね。ワクワクするよね。ギャランティーカードっていうの。工場っていうか工場。あれは、まあ、ほら、パートナーの人が持ってるスタジオだね。シルバーを作るところで、もう機械が全部あるの。シルバーの職人さんなんだよ。まあ、近日ね、発表があると思うけど。もう20年ぐらいずっとシルバーやってる人。クラフトマンだね、職人さん。で、俺が、そのシルバーのブランドいつか立ち上げたいんだよねってぼやいてたのを聞いてくれてたの。個人で作らせてくれるっていうかね、もともとだから、その個人で作らせてくれるっていうか、そこのスタジオはそのシルバーの職人さんの所有スタジオなのね。で、もう機材とかもずっと作ってるから、もう何百万もするのがいっぱいあるんだけど、なんだろう。オーダーも受けてるよ、その人は。まあでも高いけどね、世界で1個のものを作るってなると。なあ、デザインはめちゃめちゃいいよ。デザインはめちゃくちゃいい。そう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 。前からそこで作らせてもらってるの。道具も借りてるの。道具は全部揃ってるから、そこに行ったらもう、なんだろう、全部作れるね。オリジナルなんてものはないよ。すべての、クリエイターはすべて先人たちのクリエイターからインスパイアされたものを作っていくわけだから、世の中にはオリジナルのものなんて存在しないよ。そう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 。
でも自分が作ったっていうもの、要は既製品じゃないっていうものが素晴らしいんだよ。もともとさ、そのインディアンとかシルバー、イカの骨とかで作ってたんだよね。イカの皮っていうか、イカで作ってたんだよ。イカで。ロストワックス製法っていう製法があるんだけど、まあ、今、まあ、オリジナルシルバー作るのはロストワックス製法だけど、まあ、素人の人は粘土を焼いて作ったりするけど、硬さが出ないの。うん。イカ。イカイカ。ありがとう。巻物ありがとう。せやちゃんありがとう。だからこそ和道さんの陰毛をつなぎ合わせてブレスレット作ったらいい。何やってんだこの人、気持ち悪い。病気でしょ。はい、こんばんは。こんばんは。お茶爆ありがとう。オリジナル作れねえって何？全然このシルバーオリジナルだけど、オリジナルで作ってるよ。何を言ってるの？どうしたんだよ。コンティニューコインありがとう。コンティニューコイン何枚あるんだろう。これ骨じゃないよ、粘土、樹脂粘土で、樹脂でできてるね、この状態は。コンティニューコインありがとう。なんかね、ボンドが固まったような感じかな。柔らかさと弾力。消しゴムの硬いみたいな。消しゴムが硬くなったようなやつだね。武器にもなるものは作ったらダメかな。武器になるようなものは作ったらダメ。そういうものじゃないから、アートだから、アート。これはあのここの部分に最終的には鉄の輪っかをつけて、フックをつけて、あのこういうものを作るね。いや、曲がる。こういうやつわかる。こうフックがついてて、こうチェーンとかのさ、山登るときとかもこれ使うでしょ。で、ここに鍵がこうつく感じかな。鍵がここにチャラッとついて、でここからチェーンがつけられて、そうだ、ここにこれだね。これのデザインかっこいいやつがないから、こういうカラビナって言うんだっけ。こっからチェーンが出て、ここに鍵が3本ぶら下げら、3個こう輪っかがつけられてって、こういうデザインになるね。カチャってやって、こうやって、いや行かない、めんどくさいから。いいでしょ。まだ完成では全然ないね。これはだあのなんだろう、原型ってやつだね。原型。Thank you.
まだまだ遠いかな。いや、俺は作りたいものを作ってるだけだもん。俺は作りたいものを作ってるだけ。周りからどう見られようとかどうも思ってないよ。遊んでるだけだから。遊んでるだけ。俺の作品を気に入ってくれた人が買えばいいだけでしょ。強度はシルバーで、最終的にはシルバーになるから、まあこれを曲げるって相当だと思うよ。これくらいの太さのシルバー曲げられる？無理だと思うよ。よっぽど握力あるか。うん、最終的にはこれがシルバーにそのまんまなるから、こういう風に相当硬いよ。でも自己満でいいじゃん、全然それで生活できてるんなら。人生なんか結局自己満だよ。他人の評価気にしてないもん俺。やりたいことやってるだけだよ。太さも結構あるからね。折れるのは嫌だな。俺も今日確認したけど、耐久性どうですかっつって、あ、まあ間違いなく硬いよって。こんだけ太さがあれば曲がらないでしょって言ってた。まあ欠点は、まあそのデザイン重視だから重たいよね。重量感があるね。うん、和道さん天才だよ、ありがとう。まあ何でもできるからね。俺も自分で俺のこと天才だと思うもん。何でもできる。ありがとう、大好き。ショコラテありがとう。バレンタイン終わっちゃったけどね。セフレが欲しい俺は。セフレが、しょうもないアイテムしか飛ばない。そういうこと言うのやめて。まあ確かにしょうもないアイテムしか飛ばないかもしんないけど、いいじゃん、しょうがないじゃん、貧乏なんだから。疲れたな、なんか眠たんだよ、眠たん。意外と頭使うんだよね、映像を撮ったり。
こう作品作ったりするの？今日は脳みそたくさん使ったよ。お疲れ。お疲れ。あ、そうだ。開封枠やらないと。開封枠。集中力めっちゃ過集中だからさ、俺。そうだ。たくさん贈り物いただいてたんだ。忘れてた。これでしょ。1個。開封枠やろうか。2個。1個、2個。3個、4個。4つ届いてるよ。4つ。2月の下半期開封枠やる？開封枠今やっちゃう？どれから行こうか。でかいやつから行く？でかいやつから。謎だよね、これ。じゃあ、これから開けます。これから開けよう。なんだろうこれ。開けまーす。やろう。やりましょう。2月上半期の開封いきます。よいしょ。なんだろう、紙袋か。お、プロテインだ。あー、リスナーさん言ってたな。飲みかけのプロテイン。俺プロテイン買ったんだけど、出て、飲みかけを渡すんじゃねえよ、バカ。和道リスナー。なんかね、男のリスナーさん誰か言ってた。なんか、飲みかけのプロテイン送ったわ、つって。プロテイン届きました。プロテインなんだけど、もう開封済みなんだけどね、ほら。開封済みのプロテインありがとう。飲みかけ。開いてるじゃん、ほら。ふわこもんじゃありがとう。これ誰だっけな。ありがとうね。プロテイン。ホエープロテイン。それなんか嫌だ。いいじゃん。和道リスナーっぽくて。飲みかけのプロテインと、なんだこれ。飲みかけのプロテインと、あ、ミロだ。あ、これは飲みかけじゃないんだ。ミロ、ミロありがとう。ミロですね。うん、ミロと、飲みかけのプロテインとミロ。お、あとなんかもう一個入ってんな。意味がわかんねえよ。チョコレート。バレンタインだからかな。なんかどうしようもねえな、本当に。ミロとチョコレートと飲みかけのプロテインですね。はい。ありがとうございます。ありがとう。いや、うまいよ、ミロは。爆買い入り。ありがとう。で、次の方。次の方は、チョコレート、これもう適当すぎるでしょ。これスーパーで適当に買ったでしょ。これはですね、ユーア、ユーアありがとう。これは、え、食品って書いてあるけど、これ2月の3日に届いたんだけど、食品送るなって言ってるけど大丈夫？ユーア大丈夫？これ生物とかじゃない？ユーアありがとう。ユーア見てる？でかいね。え、食品って書いてあるんだけど。大丈夫かな？ユーアありがとう。今回食い物率が高いかもしれない。ミロはカカオ。え、カカオだっけ？爆買いじゃなかったっけ？ミロって。ユーアありがとうね。よいしょ。
匂い大丈夫かな。マイミッキーさんありがとう。じゃあ2つ目開封します。よいしょ。なんだ、食い物大丈夫かな。よいしょ。おお、タバコの銘柄違うけど、タバコありがとう。タバコ3つありがとうございます。ただ思いっきりがっつり間違えられてるけどね。タバコありがとう。あのみんな覚えといて、俺のタバコめっちゃ嬉しいんだけど、俺これだから。惜しい。非常に惜しい。もう少しだったんだけどな。これね。ありがとう、ゆうわ。色がね、オーガニックミント1を送ってくれたんだ。1ミリか。まあ、いただきます。ありがとうございます。書いとこうね。いいね、いいね、いいね。静岡の多いお茶。ありがとうございます。アメスキンピンまでは、あーっつってね。多いお茶プレミアムティーパック、ありがとうございます。色違いなんだよね。俺のはね、オーガニックミントライトなんだよね。今度ツイッターに書いとこうね。うん、和道リスナーはほらポンコツで有名だから。緑茶ありがとう。プレミアムティーパックありがとう。俺がねよく、ありがとう、助かるよ。え、ていうかタバコもっとあるわ。タバコもっとあるんだけど。タバコ5箱ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。タバコたくさん、いや一度にじゃなくてね、開封枠は今度からあの1ヶ月に2回にしたの、貯めておいてる。あとありがとうございます。ポカリスエットありがとう。ポカリスエットありがとうございます。お、なんだろうこれ。うわマジかよ、アマゾンギフト券じゃん。ありがとうございます。アマゾンギフト券も入ってる。うん、ちょっと待って、これ見やすいようにこうしとこうか。ちょっと、うわーありがとう。3000円分アマゾンギフト券、3000円分アマゾンギフト券ありがとう。すいません、こんなにたくさん。ゆうあちゃんパチパチです。ゆうあありがとうね。ゆうあありがとう、こんなにたくさん。よし、じゃあ次いきます。次はこれ本名だから読み上げらんないな。あ、これあれだ、わかった。多分だけどこれ矢野ラッキーだと思う。はい、ワード2。多分だけど矢野ラッキーだな。これはね、見覚えのあるあの人だから、多分ね、これ矢野ラッキーだよな、合ってるよね。矢野ラッキー今いる？うん。天ギフありがてー、あ、ありがとう、ボン。たくさん。すごいよね。なんか人気配信者って感じだよね。並べておこうか。チョコレート、タバコ、ポカリ。人気配信者でしょ、これ。あ、矢野ラッキーだよね、これ。多分。これ矢野ラッキーだよね。矢野ラッキーだよね、合ってるよね。ミロこうやって置いとこうか。プロテインね、飲みかけのプロテインがじわるよね。どうしようか、ちょっとよいしょ、こんな感じかな。ありがとう矢野ラッキー。あ、矢野ラッキーだ、やっぱりすぐ分かった、住所で分かった。なんだろう、ん、なんだろう、ん、手提げ袋。なんで手提げ袋入ってんの。わかんないけど手提げ袋。なんだこれ、あれ、これあれかな、チョコレートか、チョコレートだ多分。うん、なんか可愛らしい。よいしょ。よいしょ。ん？和道さんへ
少し早いですが届けさせていただきます。 From ヤノラキ。 チョコレートかな、これ。チョコレートで合ってるかな、チョコレートで合ってる。ありがとうヤノラキー、サンキュー。チョコレート手紙付きでヤノラキーから。和道さんへ、少し早いですが、届けさせてください。バレンタインだ、嬉しいな。バレンタインあれだよ、誰からもね、生チョコが来なかったから、まあおっさんから板チョコもらったけどね。よし、じゃあ最後は最後はこれニンニかな。ありがとう、これニンニだよね。よいしょ。おお、ニンニ。ニンニ人妻、ギフトをお楽しみください。バレンタインデーの代わりです。配信頑張ってね、ありがとうございます。ニンニから、ん、なんだろう、ん、 ありがとうニンニ、ギフト券だ、ギフト券だ、ありがとう、サンキューです。ニンニありがとう。ただね、ちょっと面白いのが、やっぱね、ニンニは天才だよ。ニンニは外さない。いくよ。うん。ニンニ天才だよ。メリークリスマスって書いてあるから。嘘でしょ。どうしてこの時期にメリークリスマスギフト券を選んだのかっていう。やっぱね、天才なんだと思うんだよ。ありがとうございます、ありがとう、アマゾンギフト券ありがとうございます。天才だよな、やっぱニンニな。何がどうなってメリークリスマスを選択したのか、天才だ。うわ、たくさん届いた、ありがとうみんな、すごいことになってるよこれ。大手配信者の貫禄でしょ。気がついてないんだ、知らない、知らなかったんだ、気づいたらこれ送ってたんだ。ありがとうニンニ、いつもありがとう。いやー嬉しいよね、嬉しいよね。ですね、ということで今回いただいたのがミロでしょ、プロテインでしょ、ミロプロテインで板チョコ、板チョコ、タバコ5箱、タバコ5箱にポカリスエット、アマゾンギフト券3000円分、ヤノラッキーから、なんか高そうなチョコ、お茶、ポカリスエット、ニンニからクリスマスアマゾンギフト券でした。ありがとうございます。皆さんありがとう。ありがとうございます。これね、ツイッターで写真報告で、寝る前にあげようと思います。でね、基本的にね、みんな覚えておいてもらいたいんですけど、今後はね、15日と30日、月末と真ん中に開封枠やります。なので、上半期、15日までに届いたやつは15日に開封。で、こっから先届いたやつは月末に開封します。でね、一応ね、配信まとめてこういう風に紹介しようと思ってるんですけど、食い物、食い物を基本的に溶けちゃうものとか、チョコレートとか生ものとかだと、俺15日間ぐらいほらほったらかしておくから、そこら辺に置いておくから、溶けちゃったり腐っちゃったりするから、なんだろう、こういうポカリとかさ、お茶とかミロとかだったら大丈夫なんだけど、基本的に生ものとか食い物はちょっとお断りで申し訳ないですけど、もしなんか生ものを送る場合は先にね、連絡で生ものを送るよって教えておいてもらえると嬉しいですね。で、住所はね、ツイッターに書いてありますので、もし、なんか送ってくれる人は、ツイッター見ていただけると、僕の住所がプロフィール欄に書いてあるんで、ご覧ください。たくさんありがとうございます。あとね、コテハンの人はいいんだけれども、コテハンないっていうか、匿名さんとかはいいんだけど、できればね、リスナーさん、この人からもらったよっていうのは紹介したいから、本名の横とかに、カッコニンニーとか、カッコヤノラッキーとか、送るときに書いてもらえたら、あ、これニンニーだとか、これ誰だってわかるから、コテハンもね、教えて、書いておいて、コテハンだけでもいいし、うん、
書いておいてもらえると嬉しいです。じゃあ俺ちょっと疲れたから今日はねもうこのまま寝たいと思います、たくさん、プレゼントありがとうございました。それじゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様でーす。Time.